こんばんは、元男の子の青木かのんです。今回の動画はですね、内容が内容だけに、YouTube の広告を外させていただいております。なのでそちらの点ご理解のほどよろしくお願いします。タイトルにもありますが、元女子のコンビだった YouTuber さん、キッドチャンネルさんが、数ヶ月前にですかね、ニュースで出てたと思うんですけども、メンバーのエイトさんがメンバーのカナダさんに暴行を加えて、で、いろいろと問題が起きて、で、現在は、事実上の解散っていう形で、キッドチャンネルさんっていう、チャンネルはもう更新されてなく、お互い別の個人チャンネルを作って、個々に活動されているっていう感じなんですね。で、なんで私がこの動画を今回出したかというと、キッドチャンネルさんって元女子、もともと女性で、私はもともと男性だったので、似たようで似てないみたいな、性別逆転系 YouTuber みたいな、性別変更系 YouTuber みたいな感じで、本当初期の頃から見てくださってる視聴者だったらわかると思うんですけども、お互い登録者1万人の時って本当にもうずっと一緒に動画撮ったりとか、コラボをさせていただいたりとか、本当に、なんだろうな、この、私の YouTuber 人生、数年の間で一番密度の濃い、時間を過ごさせていただいたのが、キッドチャンネルさんなんですね。だから、今、こう、YouTube の活動ができているっていうか、専業 YouTuber になれたのも、キッドチャンネルさんの刺激がなかったら、本当に続けてこれなかったって思うと、なんだろう、私にとってすごい大切な存在、たんです。だから今回このキッドチャンネルさんのその暴行の事件があって、それでエイトさんが逮捕されてっていうニュースを見て、なんか信じたくもないし辛いっていうか、そのなんだろうな、でもなんでこんなに関係が近かったカノンちゃんがキッドチャンネルさんのこと何も言わなかったなみたいな、ちょいちょいですね、そういうメッセージいただいてました。ツイッター、今ちょっと DM 閉鎖してるんですけども、ツイッター、あとはインスタ、あとは質問箱ですね。そこにですね、DM、大体どんぐらいなのかな、ほんと、300〜400件ぐらいいただいてまして、内容は、かのんちゃんなんで何も言わないのみたいな、なんか知ってんのとか、あとはもしかしてかのんちゃん触れてないってことは、かのんちゃんもなんかやったんじゃないの?みたいな。いう感じに、いろいろな憶測を視聴者さんに、不安にさせてしまってるんじゃないのかなって私も、ここ最近ちょっと思い始めて、せっかくこうやって応援してくださって、お互いの、キッドチャンネルさんと私の視聴者さんって、被っている視聴者さんも結構多いから、やっぱり安心させたいなっていうのもあるし、このままもやもやさせておくのも私の中ではすごい嫌だっていう。ただ、私もその、ウームっていう大きな事務所に入ってるんで、やっぱり周りの大人たちに迷惑かけたくないっていうのと、あとキッドチャンネルさん、お二人にも迷惑かけたくないんですよ。結構いろんな、物申す系の YouTuber さんとかがいらっしゃるじゃないですか。キッドチャンネルさんはこういうこと、多分あいつはこうやってやって、みたいな感じで、ちょっと炎上をもっと燃やしていくみたいな、さらに加熱させていくみたいなことをこう言って動画で言われてて、なんかすごい、私は、辛いっていうか、だから、私はそういうことをしたくないし、キッドチャンネルさんっていう、もうこの場所がすごい私は好き。なので、極力触れなかったんですね。ただ、視聴者さんにもちゃんと言いたいし、今私がどう思ってるかも言いたいっていうので、今回動画を撮ってます。で、まず最初に、私はキッドチャンネルさんのこの事件は全てわかりません。そして関わってもいません。あと、お二人との今現在私は関係がつながってるのかということなんですけども、ありがたいことにですね、カナダさんともエイトさんとも、つながっております。この前も誕生日の、おめでとうラインですね、お互いお二人からいただきました。ありがとうございます。で、ちょっと私が今から、私個人が感じているキッドチャンネルさんに対しての
感情、あとはまあこの事件のことに対して持っている気持ちを話していくんですけども、なのでこの動画で何かその事件が解決するとかそういうの一切ないんですよ。なので、まあ、そこだけご了承ください。まずエイトさんがカナタさんに暴力を振ったっていうこと、要は胸ぐらを掴んでここですね、なんか爪引っかかっちゃって傷ができて、それが傷害事件という形でなって、暴行っていう、まあ、そういうふうになったと思うんですけども、まず第一前提、暴力はダメです。絶対に。それはもう間違いない。暴力は絶対ダメっていうこと。ちょっと好きあらば地語りっていう形で、私もちょっと過去の体験談を少し踏まえてお話しさせていただくんですけども、私も男子時代、野球部の寮に入ってて、やっぱり寮ってその上下関係厳しい。まあ野球部も、まあ、そうなんですけども、上下関係厳しくて、部屋にその自分のものとか、こうやって置いてるじゃないですか。でもなんか、まあ、私がいけないんですけども、ちょっと先輩に、なんだろうな、まあ、理不尽なことされてたからさ、悔しいじゃん。だから、ちょっと、いや、そう、とは思わないです、みたいな。ちょっと反抗したら、結構、その、先輩に、鉄拳食らわさせられたりとか、あとは、寮の部屋のもの全部、なくなったりとか、まあ、盗まれたりとか、まあ、そういうこともあったりしたんで、やっぱり、その、なんだろう、身体的に苦痛もそうだし、まあいろいろと辛いんで、やっぱり話し合いで解決するのが一番大きいのかなっていうのが、まあ第一前提。なので暴力は良くないよってこと。暴力から生まれることはもう本当に悲しみと憎しみしかないと思うんで、暴力はダメだなって思いましたね。ただ、私はその YouTuber っていう立場でもあるし、まあ一ファンでもあるので、で今はファンとしての、話でした。じゃあ今度は YouTuber としての立場を、踏まえて話していくと、やっぱり YouTuber ってすごい大変だし、キッドチャンネルさんって私が YouTube 始めた2年後ぐらいに始めたのかな。なのに、もうあっという間に私をこう、バーってこう、ブーっていったんですね。まあ、初期の方はお互い1万人ぐらいで、追い越したり、もうそれが3、4回あったんですけども、なので本当にもう戦友っていうかライバルみたいな、もうお互い言い合ってたんで、そうやって表現させていただいたんですけども、本当ライバルみたいな。だからすっごいありがたい存在だったんですね。だからこそ、そのキッドチャンネルさんの凄さをすごい私は分かってるっていうか、カナダさんの編集はすごい見やすくて、視聴者を楽しませる、なんだろう、才能がすごい。あとは、まあ、エイトさんは、その、カンタさんがまた持っていない、例えばその、はつらつ、ハキハキした感じ。まあ、それが本当お互いのその、プロフェッショナルの部分がこう、うまく重なって、ピースが重なって、ああやって短期間でバーっていったんですよね。そりゃすごいよって。だから、こんな短期間であんなに、すごいコンテンツを作っていったっていうのは、もう相当消耗してると思うんですね。YouTuber として、その身体的にも。うん。本当に企画考えるにも、やっぱり、うわ、こんなこと思いつくんだ、みたいなことが多かったし、そりゃ、お互い、こう、なんだろうな、もう常に消耗しながら、こう、YouTube 界戦ってて、で、まあ、お互いその育ってきた環境とか、まあ、エイトさんはその親御さんが中国の方だったりとか、まあ、カナダさんはご両親が耳が、不自由な、方っていうことも、まあいろいろな境遇とかが本当にもうお互い住んでる場所、話す言語とか境遇とか、まあ違うわけで、まあ、そういうお二人が24時間常に共同生活して、しかも本当プライベートもないような、あるようでないような感じじゃないですか。 YouTuber って本当にもうプライベートを切り売りしてるような仕事なので、なのでそれなりに疲弊していくよねっていう。だからこそその疲弊した中で起きてしまったことなのかなと思ってて。ただ、今から私が話すことは、その暴力を、なんだろうな。ま、暴力は絶対ダメですよ。ただ、暴力、まあ、こう、胸ぐら掴んで、わかんないですけども、まあ、こうやって、なったわけじゃないですか。それは、そうせざるを得ない、なんかの、
原因があったかもしれないし、まあ、それをお互いお二人が多分大人の事情により全て話せないからこそ、その断片的な暴力がありました、傷がつきました、一緒に動画は撮りませんみたいな感じで、この箇条書きみたいな、まあ、断片的なところだから、その断片的なその間の部分が見えてないからこそ、その視聴者さんはなんだろうな、いろいろ憶測が広まっちゃったりとか、事実ではないことが事実のように広まっちゃってるんじゃないのかなって私はすごい感じてるんですね、今の状況に。本当に暴力はいけないけども、何かやっぱり原因があったからこそこういうことが起きたんだなっていうのは、まあそれはもうみんなも分かってるだろうけども、ただ暴力はダメだよねっていう。 YouTuber ってそうだよな、もう共同生活って難しいよな。でこれからのこのお二人のことに対して私がどう思うかっていうと、個人的にではありますが、やっぱり繋がっていたいなって思ってます、カナタさんともエイトさんとも。ただカナタさんサイド、要はカナタさんを今もう本当に応援してて、で暴力を振ったエイトさんはもう嫌いっていう方々からしたら、なんでカノンちゃんはエイトさんを味方するのってなると思うんですよ。ちょっとね、何とも言えない感情なんですけども、まあ、はたから見たら私は今両者お二人ともつながってるわけなんで、すごいずるいと思うんですよ、中立っていうか。やっぱりそれってなんだろうな、YouTube の人生の中でなんだろう、講師ともにいろんなキットチャンネルさんお二人を見てきたからこその、その私のその複雑な気持ちっていうか、本当にそうなのかなみたいなっていう気持ちがあったりとか、まあ、あの事件以来私お二人とも会ってないんですけども、でもなんだろうな、やっぱその YouTube で一番辛い時期、そのアルバイトを卒業して YouTube だけ食べていけるかなってなるときにも、本当キットチャンネルさんと本当切磋琢磨させていただいてたっていうこともあって、なんかあの期間を私はすごい感謝してるんですね、お二人と関われたことに。だからここで私がもうこの事件だけを見たら、確かに神田さんを味方しなきゃいけないと思う、私は。ただなんかね、難しいんだよね。もうこの事件から私がそっぽ向いたら、なんかこの YouTube 人生で一番密度濃いあのキットチャンネルさんとの時間をなんか全て否定しちゃうような気がしちゃって、なんかそれがすごい辛い。だからなんか私は今何をしたらいいんだろうかっていう、もうその数ヶ月間モヤモヤ、うん、もうほんとね、視聴者さんはさ、ほんと純粋にあの二人を応援してたからこそ、多分今この暴力事件っていうので多分ショックだと思うんですよね、ま、ファンの気持ち、ファンの子たちの気持ちすごいわかるからさ、すごいショックだからこそ、やっぱり今エイトさんに厳しくなってしまうのはすごいわかるし、暴力の体罰みたいな私も今受けたことあったから、まあ、その辛さもわかるからこその、すごいこの今私がいる立ち位置が辛いっていうか、なんかキットチャンネルさんがなんか私にとって目印だったから、なんか YouTube をやる、なんだろうな、張り合い的なものが、なんかなくなってしまったんですよね、あの数ヶ月前。まあ今、持ち直したんですけども、自分の気持ちを奮い立たせて。今は YouTube 純粋に楽しいなって思って、やれてるから、まあなんとか活動続けられてるんですけども、やっぱなんだろうな。まあ一部の視聴者さんからは、やっぱりその当時のこの、追い抜かしたり追い越されたりみたいな、もうキットチャンネルと青木かの何性別系 YouTuber どっちがトップなんだみたいな感じで言われてたからさ、私もすごい負けてたまるかみたいな感じで言ったからこそ、なんだろう、今のこの状況はかのんちゃん嬉しいんじゃないのって
いう視聴者さんもやっぱり中にいたんですよ。ライバル減って嬉しいんじゃないのみたいな。チャラいんだよね。やっぱり、やっぱ、青木にとってすごい大切な存在なんですよ。だから、辛いな。この状況が。なので、まあ、私はですね、この、個人的にですよ、キットチャンネルさんのお二人、まあ、このカナダさんとエイトさんのお二人に、ほんと個人的にしてほしいなと思うのは、その、まあ、この問題をですね、まあ、こうにしたのであれば、やっぱりいつかですね、まあ、今すぐと言わないですけども、時間が経ってでもいいから、応援してくれてる視聴者さんが見えるところで、この件はもう、こういう風になって終わったんだよ、みたいな。もう、心配しなくていいからね。っていう風に見せてほしいなっていう、やっぱ表現者として。やっぱ、辛い。この状況は。このままですね、ずっとお互い、この件に触れずに、まあ現状多分お互い触れずに日常動画出されてるから。まあこの状況ずっと続くとさ、なんだろう、まあ、いくらその動画内でカナダさんもエイトさんもお互いチャンネルで笑顔をさ、見せても、やっぱり見てる視聴者さんって、やっぱ根底にもやもやが、もやもやが残り続けると思うんですよね。これはもう私もそうなんですけども。そうだね。これは私のエゴですけどね、完全に。中立っていうその、エゴ。そう。だから、まあ今までですね、ずっと触れずにいたんですけども、まあこういう、まあ、気持ちでずっとこう、個数ヶ月間いたんで、まあ辛くてあんまり触れなかったっていうことなんです。まあやっと話せたんで、まあいっぱいですね、私に、彼女話して、ああって、押し上げてくれた、視聴者さんには、すごい感謝してます。ちょっとスッキリしました。お二人がまた、気負わずに、活動してるところを見たいし、今私がさ、カナダさんと個人的に会ったりとか、エイトさんと個人的に会ったりとか、なんか、すごいしにくいからさ、やっぱ全てのこの、内情を、まあ、やっぱり大人事情で言えないと思うんだけども、知らないからこその中立でなんかもがいてる状態になってるんで私は。まあ見えるところでいつか、ほんと時間が経ってもいいんで、もうほんと10年後でもいいし、表現者として、視聴者さんに安心できるように、私はお二人にしてほしいなって思いました。お二人がいたからこそ、こう今、私はずっとこの画面に、映り続けられてるんだろうなって、ほんと今でもずっと思ってるんで、またお酒でも飲みましょう。っていう、私の、ほんと個人的なエゴで今回は動画を出させていただきました。すいませんね、見にくい動画で。また明日、明後日からいつも通りの動画に戻りますんで、見にくいお姿を見せてしまったので、そろそろ終わります。さよなら。